リーチフィールド、バニティフェア氏、1897年5月27日号に掲載されたレックを描いた絵が。オナラブル・オーガスタス・レック氏は、1891年から1913年まで、リッチフィールド主教を務めた聖職者。レックは、第4代ダートマス伯爵ウィリアム・レックの三男で、父の5歳であった母、オナラブル・フランシスは、 第五代バリントン子者ジョージ・バリントン氏の娘であった。第五代ダートマス伯爵ウィリアム・レッグは、イボニー、ヘニッチ・レッグ大佐は弟であった。教育は、イートン・カレッジとオックスフォード大学、クライスト・チャーチ学寮に学んだ。1864年に、聖職受任し、当時シドナムのセント・バーソロミュー教会の教区牧師で、あった、後のロチェスター主教。 アンソニー・ソロルドの下でチャプレンとなり、ついで、ルイシャム・リュー・イショムの地方監督となり、1891年に市教職に昇格した。1873年から1876年まで、レックはクリニチ地区を代表して、ロンドン学校委員会の委員を務めた。レックは、ウィリアム・ブルース・ストップフォード・サックビルの娘、ファニー・ルイーザと、1877年に結婚した。 夫妻の間には7人の子供が生まれた。妻ファニーは1911年12月に死去し、レックはその2年後の1913年3月に73歳で没した。ありがとうございます。